広めといて明日「レイナの配信するよってだからよろしくねって <laughs> ありがとうもう私は眠たくて目がしょぼしょぼしてますけれども皆さんはいかがお過ごしでしょうかやったねーみんな盛り上がりが方がいいっすね これくらいの時間だといやーなーこれくらいの時間やとなまあどうやろうなんかどっちの方がみんなはいいあの生身の配信生身コラボかあのなんかさ分割コラボ配信やるやんどっちの方がみんないいんそれによって変わるけど。 毎 <laughs> ンチに来てもらおう逆に私が7本ちお泊り行きたいねんけど私んち無理やから生身生身やったらお話し会終わりになるね15時にお互い終わるからそっからって考えたらまあ大体16時過ぎとかになるんかな <laughs> いつでも来いじゃあ明日行くわな7本ち <laughs> 明日7本ちからショールームするわなじゃあとでとりあえず連絡するわこの配信8時半に配信終わるから LINE するわとであ <laughs> とで LINE します <laughs> やっぱメンバーと 話すと元気が出ますね。眠気も吹き飛びます。お待ってます。だって。<laughs> まあ、そんな感じでね。私はあと一週間で。誕生日を迎えるわけです。誕生日を迎えるんですけれども。なんかもう本当にね、十代ラストなわけなんですよ。 だから私はどう悔いなく過ごせばいいのかということでして菜のほちゃんイケメンすぎるなのほはね優しいんだ <laughs> どう悔いなく過ごせばいいのかと考えましてとりあえず私は今日はとあることをしてきましたそれは美容院の予約これで、えー、髪の毛可愛い状態で。 誕生日を迎えることができますあとやることは何だろうねでダイエットも今日から1週間短期間ダイエットを始めました今日はまあ言うて朝は何でも食べる人やから朝はチャーハンを食べてでアイス食べて以上で昼何も食べずに夜は19時にえっと うなぎをお母さんが元気ない私を見かねてうなぎを食べさせてくれました少量それのみです夜ご飯はまあそんな感じで私は朝と夜に食べるプログラムが一番痩せるのでとりあえず今日からまあいつも朝と夜しか基本食べないんですけどそれをとりあえずやってます 栄養はちゃんと補うようよにしてます <laughs> お母さんが考えてくれてるので二十 <laughs> 歳の記念で髪の毛切ったマジでもね髪の毛はね切らない普通にねあのダブルカラーしてあとトリートメントしてもらおうかなと思ってるあハート100個ありがとうございます KID さんあソルトさんもありがとうございます そうよウキウキを誕生日に向けてあーまたさんもハート役ありがとうございます <laughs> 誕生日お宅のみんなに祝ってもらったえー、最高じゃん私も大好きなみんなに祝っていもらえるからね誕生日同じマジ誕生日同じ人さあの何もう片手で数えられるくらいしかさ 会ったことないからめっっちゃ嬉しいねんんけどマジで言ってるなんか逆に9月25とか27とかの人めっちゃ会うねんけど26なかなかおらんくてめちゃめちゃ嬉しいわーいわーい運命じゃんそんな運命以外の何者でもないじゃんまあそんな感じでやってますけれどもそうほんでねなんか にはずっとその私もう今イヤホン類がないからあ柳さんハート100ありがとうございますお兄にはそのエアポッツを頼んでるんですよエアポッツプロ <laughs> 高い方頼んでるんですよ <laughs> でなんかさっきお兄と話しててなんかもうこのイベント終わったらそれの他にまた洋服とか買ってあげるから頑張りって言ってくれたから頑張ります 優しい兄弟に私は恵まれましたありがとうお兄という感じですお兄さっきお尻蹴ってごめんね <laughs> いやなんか蹴りやすい体勢してたからつい蹴っちゃって <laughs> そうお兄はねなんだかんだ優しいんです <laughs> <laughs> そう優しい鬼ですおアプデんかすごいらしいマジでそうなのエアホン使ったらお金なくなって高いもん地味ね高いもんねうん。 でもそうやってね家族の愛を受けながら育っています <laughs> お兄しか勝たん年上の兄弟いるのうらましい私末っうう子やからさお姉ちゃんとお兄ちゃんがいるからさ妹がアイドルということうアイドルとしてちゃんと認めてるのか分からんけどまあでも去年はあの9周年ライブ見に来てくれたお兄。 寝落ちして捨て橋遅れて会場待ちやってワインも優しいお兄やで確かにお兄ちゃん欲しかったわーなんかちょうどいいぐらいの年離れ具合やから仲いいのかもしれないですね2 <laughs> 二週完了やってありがとうそう末っ子なので甘やかされて基本的に育ってきたので <laughs>。 お兄ちゃんはね推しとかねいないんだよそういうのに全く興味ないタイプで、ね、ゲーム中にちょっと声が大きくなっちゃっても許してあげないまあでもね大抵はね許してるよゲーム音は 2>, <laughs> 2週と50カウント完了だわよ天才二十歳になる時何してたかの覚えてないでもね覚えてないもんよねきっとね私も19歳の時何してたか覚えてないもん あ、コトちゃんハート100個ありがとうお班長さんもありがとうハート100個いくつさうん正確には言わんけど5歳以上離れてるとは言っときますそれぞれ兄弟年離れてるからお姉ちゃんとも10歳以上離れてるからみんなそれぞれ離れてるんだだからなんか一人っ子みたいな感じそれぞれ 来週で志村動物園え終わっちゃうんよえー、初めて知った上の兄弟欲しかった人生私も末っ子でよかったなって思う年離れて余計可愛いんやろうな <laughs> 可愛いと思ってくれてるかなあかなちゃんハート100個ありがとう <laughs> 普通にバイト行ってたあブラッキーさんもハート100個ありがとう 一人っっ子だからめっちゃ恨ましいなえ、でも一人っ子もさめちゃめちゃ愛情を注がれて育ってるイメージあるけどなわがまとめて鬼にな, <laughs> なってあれいこちゃんハート100個ありがとう二十 <laughs> 歳になって翌日学士会で OJS さんにも祝ってもらったえっ、ー、バリス的やん19歳は一発目は あれやはあそこからスタートしました私はあの三田さんからのラインが一番早かった19歳嬉しかった6枠目と7枠目カウントだけになってしまうけどその分8枠目星投げ3種できるかもよく頑張るわあありがとうめちゃめちゃ考えてくれてあーゆうちゃんハート100個ありがとうああホリーさんハート100個ありがとう あ坂さんもハーやっかありがとう一人っ子だからまだ甘えてしまういやー17歳やったもう甘々の甘よ妹2人やであっそうなんやいやーそりゃー鬼になるわけやわ <laughs> 2週目完了三3週目行ってきます健闘を祈る推しからのメッセージが一番そうだねしかもさビデオメッセージでさでちょうどさ あのー、何バダコでいる時だったんよだからさやかさんとなるさんの声も入ってましたわ <laughs> おめでとうって <laughs> 嬉しかったです誰るまく今年ありがとうだるま弟に割と雑に扱われていやでもそんなもんやと思うね上の人だって上の人の立場になったことないか分からんねんけど50巻と 2週完了わあさすが3つ下の妹いるけど最近洋服が興味になりつつえっそういうのでも憧れ家族の仲良しエピソードに憧れ一 <laughs> 人っ子めちゃくちゃさみあでもそっかそれもあるかそっかレゴちゃんもキュの単純メッセージ一番乗りそうだよ一番乗りやったみたいでお恥ずかしい3年連続一番なっちゃったみたいですがせ 妹が救済さなので甘やかしちゃってええー、超いいじゃんあマッツーハート百ありがとう書いてるっけマッツー書いてるわありがとう微力ながら投げといてありがとうございます一人っ子らしい一人っ子 <laughs> いいねハート百モエカありがとうよいしょそれはラブじゃんいやーラブだった。 からの誕生日いやー強かったなんか絶対にその公にはしない自分だけのものまあメンバーには何人かに見せたけどけどもうほんと一生の宝物ですだからなんかしんどい時とか辛い時はそういう動画を見てあの元気出すとかなんかホームビデオ的なさメンバーのさなんか普段の一面とかたまに動画撮ったりするんよ。それを見て元気出してる。 メンバーの力ってすごいなって思う。あ、千秋さんハート100個ありがとう。よいっしょ。わたくさん人強い。あやのちゃんもありがとうハート100個。レゴちゃんやほう今回レこちゃん,ちゃんをたくさん支えますありがとう嬉しい。2週終わり星集め行ってきます。ありがとう健闘を祈る。わインチキさんありがとうハート100個。 あちくちゃんもありがとう。ちくちゃん、あおさまら。次のページ。あ、みたろうさんもだるま百こまたまたありがとう。二週とカウント終了、さすが。あ、はやとさんもハート百個ありがとう。カラオケはいつする予定、いつでもいいよ、もう次の枠でもいいよ。なんかアカペラになるけど。三 <laughs> 週目行ってまいる、いってら。だるま百こちくちゃん、ありがとう。 急遽午前中バイト呼ばれたからその枠いけないけどそれ以外完璧に星し投げるねそうまあでもね私も午前中言うてああのお話変えるからまあ午後からが勝負だから大丈夫だよあさきちゃんの泥も1 0個ありがとう咲ちゃんそうだねミルキーさん誕生日ですね今日急遽午前中バトあ読んだ読んだこれ読んだ 2週しか間に合わなかった。うん、2週でも。あ、ディスコだ。わーい、ありがとう。ちょっと、私あとあとでみんな、ね、全部ブワージました。<laughs> 2週カウント終わった。ありがとう。でしょ。あ、K by 2D さん、ありがとう。ディスコ。うお。嬉しい。嬉しい。うれしい。 2週とカウントあともうすぐ久し行くねみんな優しいななんでこんなに優しいの微力だけど頑張ってうん全然もう協力よカラオケ星集めると戻るまで時間かかる <laughs> ハート100純ありがとうあっ50カウントもありがとうございますワンワン嬉しいなお六6位になってる 次は5位ですね目指すは5位ですね今日もね5位までに残りたい残れるならでも私の勝負時はあのこっからの時間だと思ってるから <laughs> 多分私のファンの人夜強い <laughs> と思ってるからいけるはずアラームセットして一回起きたのに気づいた夢の中でしたある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 やわ

100本明日の話から楽しみね楽しみお誕生日お誕生日はねあと1週間後なんですよそう夜型 <laughs> おい DD でごめんよやってうん、うん、大丈夫よ夕方からは支えるわよって頼もしい星集めが板についてきたうわーいいね3週50カウント初めてできた 星集めやめてクマにしたいとか言えない <laughs> 全然いいよそれでも嬉しいよ何でも私は何でも嬉しいのよよいしょ26からさらに一気に走るでそうだね頑張りましょうあありがとうございますハート100個じゃあさんでいいのかな ありがとうございます3週50カウ完了嬉しいですねああ流星まただるまやっこありがとうありがとう。とう自分に自分で課金したいわ1万ぐらいなら全然課金すんのいいな <laughs> いや2万までならいけるな課金 <laughs> 自分に課金したいよ お兄に2万払うからちょっとお兄のアカウントで課金しようかな <laughs> 誕生日配信今から楽しみ誕生日はねケーキも食べるしオムライスも食べるからね発想がオタクのそれ <laughs> いやーそれないやお金持ちっていうより私めちゃめちゃ節約する人なんですよだからあのな、ー、んやろ 使わなかった分の余ったお金はまだ残ってるからっていう <laughs> めっちゃ節約する人なんですよ私はもう本当にあにお金大事に大事に使う人で <laughs>。将来成功する <laughs>。 節約エピソード節約エピソード節約エピソードって言ってもそんなないけどでもできるだけ可愛い服があってもなんかちょっとでも高かったら我慢するしほんまに安い服ばっかり買う私は高い服とかめったに買わんだから欲しいと思う服もほとんど買わうこ、ん、と買わんで終わることが多いかな,なんかうんかなとか。 何やろうなうん難しいね節約えびそう,そういざという時にそう使うんだそれだ誕生日お話しかいけないのがつらいねすぐにねありがたいことに完売しちゃったからね2週と50完了ありがとうケーキもオムライスも美味しく食べておくれ食べるー連携されたお兄のアカウントを探せ そう SNS してなんか無理やん作ってもらおうアカウントあまたさんだるま百個ありがとう芸理事務で泣いてだるま百個また海太郎さんありがとう僕は英語ちゃんにたくさん課金しては <laughs> ありがたいですでもあそうや推しには課金してるし普通にうん推しに普通に1万とかは余裕で なん,かゆなんかもう1,000円の感覚推しに対しちゃったらダメよね本当にオタクの悪いところよ <laughs> あっ堀井さんだるまやっこまたまたありがとねいや <laughs> ツイッターさせよう公式ツイッターさせようかな前田兄の声ほんとリラックス効果あるマジでやったじゃん <laughs> それはそういやそうよな わかるるかかってくれるなんかさ例えばなんか最近やったアクリルキーホルダーを買うことが多いんやけど1個大体いい1,100円とかなんよ。で1,100円なやったら別に10個買ったらまあ1万ちょいやんかそんぐらい余裕やんみたいな <laughs> 別に何ともないなかすり傷やなみたいなかすり傷でもないぐらいやなみたいな感じになっちゃうよな。 話し方可愛いいありがとうございますこんばんばは誕生日の日仕事やったから次の日お話し会いおっじゃあ高野菜で待ってます推しに課金するのは悩まずできてしまうそうやね簡単もうほんま悩まへん服とかさ自分の洋服とかにはさ1万の服とかもうほ絶対もうなんか1年に1回ぐらいしか買わんけど推しに1万とか余裕。<laughs> 関西弁を可愛く言える嘘言えてますうわぁ熊獣なにわわぁ萌えありがとうきゃ、ーマジで萌えわぁありがとう忙しいのに来てくれたの萌えありがとう これないけどガンバ少ないけどうーんありがとうお前大ちゃんのクッキー可愛くて変わったっ黒い服にネックレスのスタイルめっちゃタイプそれが好き私も <laughs> そう貢いちゃうよね実質無料それな実質無料やで、ね、でね前ね推しの生誕グッズの申し込み忘れたからちょっと再販でもう 何一番高いなんかセットみたいなやつ申し込もうと思ってる <laughs> ああ班長さんも誰も100個ありがとう柳さんハート500個ありがとう3週50カウントできたってありがとうそう難しいけどねありがとう50カウントかにを教えの思いはプライスレス深いお言葉ですね 買い食い大好きだけど我慢してその分課金しようかなえわかるわかるわかるめっちゃわかるうわこれこの1,000円使うんやったらあの推しの握手券1枚買った方がいいわとか握金1個買った方がいいわってなるあーちゅちおさんありがとうちゅちおさんあひ久おさんもハート100個ありがとうこの枠は最後まで見られそうおっやったねあっかなちゃんるも100個ありがとう 嬉しいみんな。3週マックスおまけハート完了。ラブ。仕事始まるとあんまり超えないかもだけど、魅力ながら。うん魅力じゃないよ、全然。今年こそ、玲子の生誕っていいシャツゲットするぞ。今年はね、うん、本当に可愛いし、なんか生誕って言って感じせえへんし、マジで普段着でも絶対着れるデザインやから、可愛い今年も可愛い超可愛い。し、個別グッズも。 あのなんやろまだ完成品っていうかサンプル品見てないから何とも言えんけどでも私が伝えたものはめちゃめちゃ可愛いからぜひ使ってほしいなと思いますさすがれいちゃん <laughs> アイドルっていうよりお宅に課金してる <laughs> かもしれないね3週50カウントはありがとう初めていけた素晴らしい 金銭感覚握手検そうやね楽しみにしてて <laughs> 3周してる人が7人おったら熊タワーと同じやから1周だけでもほんまにありがたいそうよねありがたい予想 <laughs> は黒だなまあね2年連続黒やからねどうなることやら今年本当に偉いありがとうラブだよ 顔以外の選択なないな毎年高クオリティなレイコセーな生誕器そう言ってもらえるのはめちゃめちゃ嬉しいねなんかその私推しじゃない人もなんか生誕器が可愛くて思わず買っちゃいましたみたいな方もいてめちゃめちゃ嬉しいあっ生誕ゲットします3週50カウント成功わっ天才じゃん <laughs> とか言うてしもうてが逃げたわけかなってなるほどね 3週のペース掴めてきたすごいみんな速くないペースつかむのまだ2日目ですけど3週つかえ何なんかやってました前世でショールームの <laughs>。天才やみんみなということでちょっと3分前なのでえっと何,何やったっけ壇上読みたいと思います。13位が はやとさん、ありがとうございます。じゅうにことちゃん、ありがとうございます。じゅういちりゅうせい、ありがとうございます。じゅういロングソードさん、ありがとうございます。きゅういさんちょさん。はんちょうさん、で、はさん、ありがとうございます。ええ。はちつなさらのさん、ありがとうございます。なないが、シェイさん、ありがとうございます。ろくいが、まぐさん、ありがとうございます。こ位が、かなちゃん、ありがとうございます。よ位が、さきちゃん、ありがとうございます。さ位が、柳さん、ありがとうございます。に位が、けんた、ありがとうございます。そして、い位、もえ、ありがとうございます。 ありがとうありがとうみんなのちゃんとメモできたかなギフト投げてくれたこのできてるかなできてそうかけてそういけそう柳さんも書いたねちょっと2回目でもとりあえず名前書くことが大事抜けてたらね申し訳ないからねいけてるかないけてそう 出てそうよし。オッケー。できたできた。えっ、ー、と続いては、二十一時一分から二十一時二十六分の。えっ、ー、と二十五分枠になります。一時間後ですね。一時間後っつっても、もう三十分後か、言うて三十分後になります。なんか。次はの配信はちょっと。あれですね。 組めたらいいですね。徐々にスケジュールを。それまでに、ちょっと、大体まとめとくので。ぜひぜひ。来てください。よろしくお願いします。ありがとう、みんな。そして。そうだよ、すぐ会えるよ。ありがとう。それでは。うん。ありがとうね。三十分後。お会いしましょう。 私はまとめておきます明日のスケジュールをとりあえずここの時間あ七方に連絡しろしないとありがとうまたねー30分後お会いしま